はい。はい、週刊ウヌです。そしたら今日はまた新ネタを三好さんが考えてきてくれました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そっか。今回ちょっと、はい。お見せするものは少ないので、あちょっと過去の岩井さんのやつをあ。参照して、ああ。ああ。ああ、これは。トウモロコシみたいとか言われ、ひまわりみたいとか言われてるやつで。これはコラボじゃなくて岩井さん単独で作ったやあ、つでこすれけはど、そうですね。ひづめさんがやってたやつを真似したつもりなんですけど、何？螺旋状に点を打って、ああ、なるほど螺ね。旋状に点を打って、それの、一番近い空間っていうか、を1個のエリアにしてる感じです。はい。そしてその螺旋が、あ、何螺旋だったっけな。あ、忘れちゃった。なんまか、た後で。つまり、螺急に旋振る状から。に乗ってくと、面積がずっと一定になる螺旋ですね。支配する。こっちの空方が間の、まあ、あ、しか、平面の面積がずっと一定になる場、なる、体の、螺旋で、なんつったかな。あ、また。じゃ概要欄には書いておきアルキメデス螺旋なのますね。かあ、アルキメデな。スだったっけな。はい。まあでも、まあこれの方が面白いんですけど、まあ、だから言いたかったのは、ボロノイえ、ズっていうのがあっあはは。て、なんかその、まあ、ここには表示されてないこのなんか各セルの中心点みたいなやつですああ、ね。中そこ心から。点から、そうですね。一番近い点のやつを同じグループにしてる感じですね。一個のセル。陣取り合戦してるみたいな感あ、じそうですでね。すね。そうですその勢力の及ぶね。限りそうでがすどね。こまでかみたい直線距離による陣取り合戦っていうのがありまして、です。まあ、はこれに見たことをやるんですが、い。はい。はい。それはね、コンピューターは割と得意かもしれないね。なるほど。で、素朴な感じですけど、正方形の中に正十二角形がありまして、はい。あ、この、まあ、何かしら粒子がですね、さっき、まあ、岩井さんのアニメでは粒子が表示されてなくて、今回のアニメでも別に粒子を表示する必要はないのですが、正十二角形上に、頂点上に粒子がございまして、まあ、だから真ん中からスタートして、こう、スタート、はい。四方八方、十二方に飛んでいくと。いう感じですね。飛ぶっていうと、アニメーションの意味ですか？広がっていく、アニメーション的に真ん中からスタートして、こう、じ正十わー二っ角と。形が広がっていく意味ですね。はい。これはわかりました。それで、この正しい角度だと、後々ぶつかりそうなので、ちょっとだけ回しておきます。よ。どで、ういうことだろう。この何か正な。方形の縁があるじゃないですか。ある。正方形の縁にぶつかったら反対から出てくるってやつですね。ラップアラウンド。こう、等コーラスになってるというか。ラップアラウンドする。ね。あ、そういう言い方があるんですね。拡大しても、つまりそれの投影が、その四角形の中に出る感じね。そうですね。東映。まあ、だから、隣にもあるよっていう風に言ってもいいし。常用形で帰ってくるようなイメージね。はい。まあ、通らで、すということもできますが、そういトーう。ラス？ああ、そう。トーラスとも言える。通らすって、まあ、ドーナツみたいなやつですけど、こう、紙の上下をくっつけると円筒になって、円筒の両サイドをくっつけると、そのドーナツになるので。まあ、トーラスとも言えますか。まあ、
幌自体には通らせるけど、まあ、乗用系で書くわけね、まあ、マリジャンのあまりだと思っても良いと、ということでだこう今正中にかけてちょっと斜めにしたのは正しく、うん、あの上下左右が決まってる状態だと真上に行ったやつと真下に行ったやつがぶつかるのでああのちょっとだけずらすという手心を加えたんですがまあな回って出てくるでそのずっとボロノイ分割はされていてその赤ピンク玉、うん、ピンク玉に関してってことねピンク玉に関してボロノイ分割されていると、うん、まあ12個の領域に分かれ続けているっていう感じですかね、うん、まあ、うん、ちょっとどういう感じの変化が起きるか予測ができてないんですけど。ああ、まあ、それを見てみたいぜってことですね。これのあれですね、線が飛んでく図みたいなのはあるかな、割と、ね。あ、そうそう。なんかね、まあ、反射もあるんだけど、うん。円が大きくなって反射するとか、円が大きくなって向こうから出てくるとか、そういうアニメはなんか見たことあるんですよね。あるね。あるね。だけど、その、なんか頂点のボロノイでっていう。うん、なるほどね。なみたいな。ある種、まあ途中までは12の分割の何かになるはず、うん、だけど、途中からなんか干渉し始めるかってことね。うん、で、もしかするといくらか行くと、また集結しとか、うん、まあもしかすると乱雑な時と何か、揃うときを繰り返す可能性もあるね。なんかやってみないと分かんない。そうか。いや、偶数角形だと反対の点が必ず一往復したとき真ん中でぶつかるんですね、きっと。うん。うん。偶数角形にしますか。大丈夫です。コンピューターなんで。分度器で書くわけじゃないの。あ、失礼。アレクサ、ストップ。奇数の方がなんかぐちゃっとした感じは出るかもしれないですけどね。奇数にしますか、うん、まあ、いくらでも、まあ、そこは変えるようにしといてもいいけどね。はいはいはい、そんなこと、まあ、なんなら、じゃあ、だからもっと。ちょっとずらしてたりとかね。ああ、なるほど、うん。なるほどね。もっと少ないのでやる手もあるのかな。ちょっとまあその辺のパラメーターは実際作ってみて。つまりボロノイは急にもう常用形はやめてこの正方形の中の世界で急にやり始めるってことだよね。赤玉が飛んでく軌跡は乗用形で回るんですけど、はい、そのボロノイはこの正方形の中だけの距離である意味ですよね。ああ、でもそうか、この例えば、なんか、この、乗用形も、乗用形もボロノイである？それだと全然中心が分かんないかもしれないけど。あ、この辺にあるのとこの辺にあるので、まあ、この辺かな。だから こいつの勢力範囲がこっち側に、え、こっちじゃないな、こっちか。まあ、でも体格でも出るから、またそこね、微妙な一周目のくくりになるよね。あの、他のやつは N 周目のくくりの瞬間の、何、そこだけは一周目のくくりになりますよね。あんまり分かってないですけど、こいつの勢力範囲がこっちからも出てくるみたいなのにするか、そうじゃない正方形の範囲の中だけにするかですね。一応まあイメージとしては、まあ、こうなってるつもりではいたんですけど、うん、じゃあ勢力も一周分の
繰り返しにする一周分。あの、玉はどんどん遠くに行ってくんで、はいはいはい、うーげえ N 周分の遠くに行ってるんですけど、うんうんうん。うん、で、それをそのまま、ボロノイにはしないので。あ、割り算で考えるのと、ここの、そうするとそのボロノイを正方形だけの繰り返さないのでやるパターンと、そうか、ちょっとそこをうまく説明しないとあれですね、説明っていうか、やり方ですね、うん、あのいずれにしろ何かぐきっとくるときがあの枠を超えたときにぐきってくるよね。あ、来ないのかな。浮きってこないようにしたいから。浮きってこないようにしたい。したいけど、浮きってこないでいけんのかな。なんかこう、ここの下の、こいつが下の枠を超える前から上の方に勢力範囲が出てきてて、こう超えた瞬間も別に上がこう広がってるという。これは一周分のってことだよね。一周分の意味があんまりよくわかんないけど。すげえ球は遠くに行ってるんですけど、考え方は一周分でやる。ね、ああ、そう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 。まあ、それはそうかな。プラスで、あ、まあ、一周分ではぐきってならないですね。ずっと連続です。うんうん。うん、連続にはなりますね。あ、じゃあ、そういう連続に、一周分の連続にしておきましょう。じゃあね。はい。つまり、いや、球がどっか行ってるけど、一周分で、あ、ボロノイを決着してねってことだね、どうやってもね、うんうん、で、いくらか乱数で赤い玉を回してるよりはいくらかこうしがらみがあるってことねそうそう、あのいくらかね、そんな感じです。だからこうか別にこの正の角形にこだわる必要はないんですけど、まあ、試しにこれでやってみて、もはや実のところ単に乱数っぽくなっちゃうかもしれないけれど、最初のうちはいくらかとかね、そうそう、あるいはそれがもう一度何かあの規則的なところがやってくるのかやってこないのかってことですよね。まあそうですね、うん、何があれかってこう上に行くと上下には長さ1だけど斜めにはルート2だからなんとなくずれてくだろうなって。いや、ずれてく来るけど、いつか揃う、うん、なんだっけ、ペンデュラムの振り子のようなペンデュラムだっけ。あ、まあそっか、に、でもそれほど綺麗じゃないから、うん、まあどうなるのかどうなるのかなっていうところですね。ありがとうございます。まあ乱数と一緒かもしれないとでもなんかぷにょぷにょして面白いかもしれないですね、うん、あのベナールセルって知ってます？それ。ああ、あの、なんか、お湯じゃないですか。あ、そうそう、味噌汁から、うん。あ、そうそう、あれっぽくなるかもしれないし。ああ。なるほど。まあまあ、ちょっとやってみます、じゃあ。はい。あ、これはだからツールにして渡せばいいのかな、三好さんに。見えつまあまあ やってみてね。やっぱぐしょぐしょですね、ずっとっていうなら、うん。まあそれならそれでちょっとじゃあこういう手心を加えようかとか。ああ、これのね、これをずっと一緒にするとどうなるかとかね。うん、できるかもしれないですね。一週間で完成しなければ、あ、また お話ししてね、そうしましょう。完成っつってどれが完成か着地点がまだ見えてないかな。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、それでは、はいはい、また作っていきますが、はい、じゃあ、見てる皆さんは、チャンネル登録と、高評価と、できればコメント、よろしくお願いします。
うちの視聴者はロシアの人も多いみたいなんですけど、ロシア今大変ですけど、まあまあ書けない。あ、じゃあよろしくお願いします。はい、終わります。